10月26日7時37分の相場解説です。まあ今日は土曜日なんで、えー、またね、正確には、えー、月曜日から、明後日から相場解説しようかと思いますけども、振り返ってみようかなというところでございますね。えー、いつものようにこの4時間足と1時間足だけ今日はやります。これ4時間足なんですけども、このように線を引いてみてください。これもう何回もやりましたからもうわかりますよね。この図を見た瞬間にこういうふうにするようになりましたよね。で、3点点上がこうあると。 で、えー、こちらの方を突き抜けていって、上昇ラインができましたと。で、下に下がりましたと。そこで跳ね返って、上上がったけど、また下に来て、こうやってまたこのラインで跳ね返って、今に至るということなんですけども、このね、えっ、ー、と、陽線があるじゃないですか。陽線の長さと同じレンジを引くというふうにお話しましたよね。で、1時間の方ちょっと見て、もうちょっと細かくいきましょう。 はいえー、とこれがドーンと力強い陽、えー、線でございますで、えー、上の方と下の方にグッと線を引くとこういうふうになりますよね、えー、で、えー、とこの中でレンジで推移しているわけですからうんこうですかね まあなんかこう波がちっちゃいですよね。これ,はこれが。そんなに大きくないんですよ。これ今1時間足で拡大してるから大きく見えますけども、この一つ一つの、これ1時間足なんですけども、1時間に動くチャートバーのね大きさが、そんなに大きくないんですよ。これ見てください。これ1時間でこれだけ動いてますからね。これと比べて、どれも小さいんですよね。まあ、強いて言えばこれがちょっと大きいぐらいなんですけども、なんかね、本当取りたいのは今引いた、 このぐらいの大きさのが取りたいわけですよ。いつもね。うーん。でもまあ、振り返ってみると、それを取れるような大きさのが、あとここぐらいしかなかったと。だからこれはね、エントリーするタイミングはここにはなかったというふうに考えればいいんじゃないかなと思います。まあでもですね、短めのやつを何本か10本って言いますよね。1日に10本足して、上がり下がりはありますんで、そう考えると、こういうのが取れてたんじゃないかなっていうふうに振り返ることはできるんですよ。振り返ることはね。これもそうですけどね。 うんただやっぱりエントリーするとまず最初含み損から始まるじゃないですかその含み損がしばらく解消できずに、えー、含み損のままでいる可能性も大きいですしうんなんかエントリーにねそぐわないんですよね、えー、マイナスになる可能性とプラスになる可能性とね、えーまあ、この五分五分とかじゃなかなかできないと1対3くらいじゃないとやっぱりねエントリーする気にはなれないかなというのが私のトレードなんで今回はあと木金とトレードするチャンスがなかったというふうに 振り返るのは、まあ私は正解だったかなと思いますけどもね。では来週はまたこのね、レンジを抜けて、ボカーンと大きくいくのか、ボカーンと大きくいくのか、あ、逆。とにかくね、大きな動きを出してくれることを期待しながら、本日もありがとうございました。今週もお疲れ様でした。